じゃあ、栗山選手おめでとうございます。2000本安打、見届けました、まあ速報ということで、お届けしたいと思いますが、栗山匠ね、2000本安打おめでとうございます。9回にですね、ワンアウトから、打席が回ってきました。外崎が倒れた後にピッチャー牧田、ね、元同僚、受けるキャッチャーは隅谷、この人も元同僚ですよね。それで1球目真ん中高めのフルスイングしていきます。で、2球目はインサイドのボール球で、3球目に高いスライダーをちょっとファールしました。で、4球目、少し抜いたですね、まあカーブかスライダーみたいなのを綺麗にレフト前、に、弾きました。本当に一日こう見ていてですね、隅谷のリードが、まあ岸が先発したんですけども、インサイドインサイドでしつこく攻めてたんですよね。やっぱり彼らも正々堂々と勝負したいということで、まあインサイドにボールを集めていったんですけども、その3打席がありながら、この抜いた外のスライダーをレフト前に綺麗にパーンと流した。ああ見事な2000本だなと思ったのは、栗山がデビューした時から、まあ、見てるんですけども、西武の打者っていうのは結構ブリ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 振り回してホームランも打つ、ホームランを打てないとスターティングメンバーに入れないっていう中で、まあ、彼も長打あるんですけども、でもアベレージにこだわってきた結果がですね、まあホームランという形では決まらないと思ってたんですけども、この外のスライダーを膝を使い体を粘ってレフト前に持っていった、非常に高度なですね、技をやっぱり持ってるなという感じがしました。まあ、打った瞬間に、源田が花束を選手会長としてキャプテンとして持っていき、同僚の同級生の中村おかわり君がまた花を持っていきました。隅谷がやっぱ持っていった花束をですね、ものすごく満面の笑みだったです。僕栗山のそういうグラウンド上での笑顔っていうのは見たことなくて、本当に野球に真摯に取り組んでいて、勝負っていうことに対してもう本当に人一倍、厳しい、そういう姿を見てきました。それで、一回解説を共にしたことがあるんですね、神宮で。で、おそらくそういうことっていうのは日本シリーズだったと思うんですけども、まあゲストに来て、で終わった時にバッティングの話になるわけですね。豊さんってインサイドはどうやってさばいてましたかって。もうその時立浪もいたんですけど、いろんな人にやっぱりこう打ち方技術っていうのをまず聞くんですよね。で聞いて、自分のことが、自分がそれを取り入れるっていうことではなくて、自分の打ち方がそれで正しいのかどうかっていうのを追求していく、そういった姿をこう目の当たりにして、あ、この選手っていくら何年経っても貪欲、技術に対して貪欲なんだなっていうのをすごく感じてた。で、キャンプの時ですかね、一昨年のキャンプかな、栗山にインタビューをしたんですね、 YouTube で出てくれるっていうんで。で、その時もですよ、その時もなんかこう終わってからも、撮影が終わってからも、伊藤さん、ちょっとバッティングのちょっとことを聞いてくださいよってこう話してくるわけですよ。で、どうやって伊藤さんが打ってましたって言うから、まあこうこうこうだよって言えば、ああそうですか、じゃあクリはどうやって打ってんのって言ったら、いや僕はこういうふうな、感じイメージでやってますと、じゃあ伊藤さんのちょっとその感覚もちょっと練習してみますとか、もう本当にね、貪欲に彼は追求していく、その結果がですね、まあ、2000本に到達したという。で、この2000本安打も自由に打った2000本ではない、もう本当フォア・ザ・チームで打った2000本というふうに僕は受け止めてるんですね。まあ、例えば昨日でも同点で、迎えた9回だったですかね、先頭バッターが出て、外崎が送りバント、で鈴木大地のファインプレーにあった時にチームバッティングをやっぱりやるわけですよね。で、ランナー一塁でここら辺に落とされたんですよ、ここら辺にボールを。そしたらランナー一塁だから、一、二塁間を抜くと一、三塁を作れる、
チャンスが広がるということをもう彼もよく知っていて、もうそんなことはもう百も承知だと思うんですけども、ここにボールが集まってくるっていうのを読んで、この引っ張りにくいボールを1、2塁間に昨日でも打ってるんですね、1999本目が。でやっぱり一本一本のヒットがやっぱこういうふうな、昨日のゲームでもそうですけども価値がある。チームが本当に助かるヒットを打ってくれる。それとランナーがいる時には広角に打つ、でランナーがなし負けてる時ホームランを狙うとかですね、もうその場その場状況に応じたバッティングをやってくれるのが栗山なんですね。で後輩にもやっぱり厳しいらしいです。やっぱこう挨拶だとか礼だとか、まあそういうことに関しても栗山っていうのは良き見本になってるみたいですね。だからやんちゃな多い西武の若手の中でやっぱ栗山っていうのは一目置かれてる、そういう選手です。でやっぱり自分も正さなきゃいけないということで、グラウンドでは僕は笑わないんだと思います。やっぱり勝負の世界、下駄を履くまで、そういうことをもう彼はよく知っていて、グラウンドで終わってからの笑顔は見たことあるんですけど、プレー中の笑顔は見たことがない。だからこういったもう実直な男がですね、まあ、2000本安打を達成した。まあ昨日のインタビューでは、まあ誕生日で打ったら史上初だというふうに言われてましたけども、まあそういう意識も多少はあったけども、まあチームが勝ったことが一番ですと。そのヒット、1999本目のヒットに価値があったということを言ってましたけども、やっぱ彼っていうのはやっぱこう強い時も弱い時も知っていて、やっぱ勝つことの難しさ、負けると。ことの怖さ、そういったことも知ってる選手ですね。まあ2000本という節目を迎えたわけですけども、怪我がありながら17年18年かな、怪我がありながら頑張ってここまで到達した。でも成績を振り返ってみるとですね、他のシーズンは100本以上ヒット打ってますし、もう本当に安定した力を発揮してくれてる、そういう選手ですね。今かけてあげたい言葉っていうのは、彼は相当な痛みとかいろんな怪我もありながら、それを表に出さないでここまでやってきたと思うんですね。でやっぱりグラウンドに立てば笑顔なし、やっぱ勝負に対する負けることの嫌いな男だし、まあ本当によくここまで頑張ったなというふうに、伝えたいと思いますし、やっぱこの2000本が、まあ、一つの区切りにはなりますけども、彼の目標でもあったと思うんですね、途中から。だから本当に心から、祝福したいと思います。おめでとう栗ちゃん。またちょっとゆっくりですね、ちょっと話を、まあ、聞きたいですし、まあ、彼の持ってる野球感っていうものもなんかこう YouTube で伝えられたらなっていうふうに、まあ、贅沢な思いを持って今、います。栗ちゃん、まあとにかく2000本が区切りだけども、2100、2200、2300とですね、まあ、数字を伸ばしてくれることを、期待してます。まあ、とりあえずおめでとう。